山口県立徳山商工高等学校は山口県周南市収容に所在する公立の商工高等学校総合選択制を取り入れている山口県の高等学校再編に伴い2006年度に山口県立徳山商業高等学校と山口県立徳山工業高等学校が統合して発足した旧徳山市周辺の工業経営学校 商業系学校を源に持つ、この学校の歴史は、統合と分離の繰り返しである。戦後のみに注目してもベビーブームの到来により、学校が分離され、少子化により再統合されるなどは、時代の流れに柔軟に応じた結果である。再統合の数年前には、商業高校、工業高校の両校とも、クラス数を減少させていく中、学校交流を行い、 互いの学校の欠点を補い、長所を伸ばす施策が取り入れられていた。2010年度の入学生から、各学科の理解と学校の一体化を図り、新しい校風を築くため、一年次は五学科、混合クラスを開始している。また、2012年度の入学生から新デザインの制服に変わった。徳山工高校高徳山商業、高校徳山工業高校徳山、 小工高,高校授業や部活動等で検定、資格に挑戦することができる。商業系工業系共通学学科は、学科名の英語の頭文字を取って、学科の通称が付けられている。各学年にはそれぞれ青、赤、緑の色が付けられている。その色の上履き及び、保健体育児に体操服を着用する。また、冬服には、襟の部分に、男子は、色の紋章。 女子は色の刺繍がある。部活動では運動部が10部、文化部11部の21部ある。近年では陸上競技、バレーボール女子、バスケットボール女子、テニス女子、情報処理、トータルビジネス部が全国大会に出場している。運動部文化部駅から自転車で通学する生徒も多い。ありがとうございます。